こんにちは、思考家ユニコーンの三木洋平です。今日はね、世界史ギリシアの続きになります。本日のギリシアの範囲でね、ギリシアがペルシャ戦争を終えた後に、民主制が、完成する時期および、そこから民主制が衰退していってね、ギリシアのポリス共同体っていうのが崩壊していくまでを描こうと思います。では早速その原因となった戦争のところから今日は入っていきたいと思います。紀元前の500年から紀元前449年、ギリシャは、ここギリシャの地域だね、ギリシャのショポリスは、お隣にあったアケメネス朝ペルシャ、この国と戦争することになります。これをね、ペルシア戦争と言います。紀元前の500年から紀元前の449年ペルシャ戦争で、その背景となったのは実は、ペルシャ人じゃなくてここなんですよね。ギリシャ人とフェニキア人の対立、彼らの生活する、このバルカン半島のエーゲ海というのは、地中海における商業の一大地域だった。で、ギリシャ人はバルカン半島を中心に、商業を行っていたんですけれども、徐々にね、アケメネス朝ペルシャの、沿岸部にあたる、諸都市、例えばミレトスだったりとか、そういったところでも商業活動に従事するようになったんだ。で、世界史を思い出してもらったらいいんだけれども、ちょっとこの地図だとあれなんだけど、バルカン半島のここからトルコ入ってね、この辺り、地中海の、東岸部っていうのはフェニキア人、前のオリエントの範囲です。フェニキア人っていうのが、はい、ここだね、この辺りです。大体この辺りなんですけれども、フェニキア人というのが、海上貿易を行っていた。オリエントの範囲で習ったかと思います。海上貿易を行っていたフェニキア人が、シドンとティルスを中心にこうね、地中海の方にね、どんどん進出していくわけですわ。それに対して当然ギリシャ人もね、自分たちも貿易をということで、ね、どんどんこう商業権っていうので、争っていくことになります。ところがこのね、小アジアの方のアケメネス朝ペルシャ、ミレトスなんかは、ここにね、ポリスを築くわけなんですけどね、ミレトスというポリスをギリシャ人築きますが、やはりね、アケメネス朝ペルシャの沿岸部に位置するわけですから、アケメネス朝ペルシャからの圧迫も受けていた。もともとフェニキア人っていうのはアケメネス朝ペルシャに守られていたけれど、ポリス、例えばミレトスなんかのポリスを築いたギリシャ人っていうのはアケメネス朝ペルシャにあまり守られてなかった。まあ単純な話です。例えばここで商売するにはフェニキア人優先だよみたいな形でペルシャ人から圧迫を受けるわけです。それに対してギリシャ人っていうのは反乱を起こします。まさに反乱を起こした場所というのが、はい、今言ったように、諸都市であるミレトスね、始まりはミレトスです。ミレトスを中心とするこの辺り一帯をね、ここに書いてあるようにイオニアっていうんだけど、イオニア植民地での反乱というのが起きる。当然ギリシャっていうのは、はい、ポリス共同体というイメージがあります。彼らはギリシャ人は同胞です。ヘレネスだったね。ですから、ミレトスのポリスの人たちが苦しんでるとなったらアテネも参戦したわけです。これで大きなペルシャ戦争というギリシャ人対フェニキア人、ひいてはギリシャ人対アケメネス朝ペルシャという構図の戦争が起きたわけだ。では見ていこう。第1回は、いいとして、この戦争を全部でね、大体大きく分けると第3回という分け方ができるんですけれども、第2回からが鍵です。はい、第2回なんですけれども、こちらですね。はい、海からやってきたアケメネス朝ペルシャを、はい、アテネの陸軍が撃退した。この戦いは覚えておくといいよ。マラトンの戦い、
490年です。マラトンの戦いって言います。紀元前490年のマラトンの戦い。仕切った人もね、ペルシャ側の仕切っていた王もダレイオス一世なんで、サトラップの人だったね。はい、押さえてみてください。ダレイオス一世、しっかり押さえておくこと。マラトンの戦いですね。で、そこを押さえておけばよくて、あとね、そこから次は第3回、ここで一気にね、ちょっと民主制というものが成立する大事な戦いやっていきます。第3回ですけれども、紀元前480年、ペルシャの王はクセルクセス一世になっております。さあ、ここで、陸海ともに大軍を率いて、アテネ・スパルタを中心とする、ギリシャ連合軍と大勝負を仕掛けます。はい、いろんな戦いありますからね、地図でも見ていきますと。ペルシャの勝利戦、青色になってるね。紀元前480年の南下してきたペルシャ陸軍が勝利するテルモピレの戦い。これ、ペルシャ側の勝利です。ただ次なんです。ギリシャ及びスパルタが大勝を挙げた戦いっていうのを必ず押さえておくように。しかも、この今から言う戦いというのが民主制の、基盤を切り開く。はい。紀元前480年の、はい、サラミスの海戦と言います。サラミスの海戦ね、アテネ海軍を中心とするギリシャ連合軍対ペルシャ海軍です。この時海戦、海での戦いということで、アテネの将軍であったテミストクレスという男が、テミストクレスという男が面白い戦いの方法を思いついて、それによりギリシャ連合軍を大勝に導く。その戦い方というのは、当時のね、海戦における船の速度を倍にしたスピード勝負です。高速運航が可能な三段海戦を用いた戦いです。海の字がちょっとね、難しいんですけど、はい、高速走行が可能な三段海戦、あ、失礼しました、線の字が船ですよね、申し訳ない、よいしょ、三段海戦により勝利を収める。まずこの三段海戦ってどんなものか、見ていこうか。手元の資料はあれなんで少しページ飛びますが、三段回線、まあ、資料集あれこはね、アカデミアだったら69ページなんか見ていただければ載ってます。面白いですよ、三段回線って言ったね。わかりやすいのがそうですね、これなんか分かりやすいかな。はい、ピッとピッと、はい、これ特徴が2つあるんですよ。まず、1つ目なんですけれども、船の漕ぎ手となるオールの数が普通の船よりも圧倒的に多いで、ここには人が当然いてね、船の、下の方にね、底の近くの方には人がたくさんいて、このオールの数だけ人がいると思ってください。で、これでみんなエッサ、ホイッサ、エッサと船を漕ぐ。だから現代でいうカヌーのイメージだね、複数でカヌーをやるイメージなんですけども、通常の船よりも倍以上ね、この漕ぎ手がいることによって船の速度がとにかく速い。まあ、言うても最大速度15キロぐらいなんですけど、当時にしてみてはね、当時は当然、ペラがないですから、船の下のぐるぐるぐるって曲がるエンジンのペラはないですんで、ものすごい速度が速い。で、なので普通の船よりも圧倒的な速い速度で動ける。で、もう一つ面白かったのが、この船っていうのは、先端のところがね、これ、まあ、いわゆる、尖っていて、ここが角状になってる形になってる。で、この鋭利な先端の角の部分が、もうちょっとね、映像で言うとあれなんですけども、こう、
ずっと相手の船の側面に刺さるようになってる。要するに相手の船よりも倍の速度で動き回って相手の船にぶつかって船を沈没させるんですよ。で、バルカン半島は意外とね、荒波結構発生しますから船さえ落としてしまえばもう助からない。ですから、ギリシャ連合軍はこのようにね、三段回線を用いて通常よりも倍の速度で動いて相手に先端のね、昇格その部分でポンと刺すというふうな作戦に出て、この回線、サラミスの回線で大勝利を収めた。ただ、これポイントなんです。こっちいきますね。前々の授業から話していた当時のギリシャにおける社会階級、はい、思い出してください。土地、武器持って戦ってるのが貴族で、ソロンの頃から、その前の頃からね、紀元前7世紀ぐらいから武器の値段も下がっていって、市民も武器を買うことができるようになっていた。で、アテネとかギリシア、要するに彼らのポリス共同体としての考え方で大事なのは、戦って国を守る人にこそ権利がある。だから武器を持ってるやつっていうのは同時に政治に参加する権利、参政権も与えられてる。で、ソロンなんかは市民を4階級に分けてるんだよね。で、その中で武器は持ってないけど市民ってやつがいます。彼らのことを当時はね、無産市民と呼んでいた。思い出してきましたか。で、当然、武器持ってないから国守るために戦えないんで、あんま権利ないんだよね。政治に対して強く言う権利ない。ところが、この三段回線の漕ぎ手になったのは誰だろうって考える。そうなんですよね。陸では武器持ってる貴族や市民が戦いました。でも、この海の戦いにおいて漕ぎ手としてオール漕ぐだけなら武器持ってなくてもできるでしょって話。実はこの漕ぎ手の部分で活躍したのが無産市民だったんですよ。つまり今まで武器を持ってて国を守るから、まあ国というかポリスの方がいいかな、ポリスを守るから参政権が与えられてたのが、武器がなくてもポリスを守ったという事実がここに来て出来上がったんです。これをよう押さえておくこと。三段回線の漕ぎ手だった無産市民の活躍によって武器を持ってなくてもポリスを守ったという事実が出来上がった。これがペルシャ戦争のサラミスの回線の押さえどころです。さあ、これを押さえておくと後々どう持っていくか分かるよね。はい、ポリスを守ったというその証が彼らに参政権を与えるようになります。その話はもうちょっと後。では戦争を終わらせます。最後ね、紀元前479年、プラタイアの戦いというのがありまして、ギリシャ連合陸軍対ペルシャ陸軍で、これで連合陸軍が勝利して第3回ペルシャ戦争におけるギリシャ側の勝利がほぼほぼ決定で、その後もまあちょこちょこ戦争するんですけれども、まあ、あの大きな動きはとりわけなく、まあ、大体ギリシャが出て勝っていってと。で、紀元前449年カリアスの和訳というのを結んでね、アケメネス朝ペルシャと、ギリシアのね、アテネですね、失礼、アテネの勢力範囲を、具体的に定めた。はい、まあ戦争というのはこれで基本的に、まあ、ギリシア側の勝利ね、まあアテネでもいいですし、ギリシア側の勝利と思ってもらったらいいかと思います。はい、で意義やら影響やら書いてあるんですけれども、はい、まあね、アジアの専制政治に対してポリスの自由が勝った。そして今から話すのがやはりここです。アテネにおける参政権の拡大です。民主政治が完成へと向かいます。はい、そして最後、地中海の政界権がフェニキア人からギリシャ人の手に移行した。ギリシャの繁栄期が訪れます。さあ、そしたら、ちょっとここのねセリフのところは飛ばして先に完成期見ていきましょう。はい、ここです。では
今回のペルシャ戦争における無産市民の活躍によるギリシャの勝利、アテネの勝利。はい、無産市民は今まで武器がなくて国守れなかったから参政権がなかったのが、無産市民でも三段階線の漕ぎ手としてポリスを守ったため参政権が与えられるべきだっていう世論が、成り立っていく。彼ら無産市民の社会的地位の向上というのが大きい。はい、無産市民にもここで改めて参政権が付与されます。それによりギリシャというのは、まあ、アテネね、失礼、アテネというものは武器を持っていようが持ってなかろうが市民であれば、ここも大事ね、市民であれば政治に参加する権利が得られた。ここまで熱弁するのって理由があって、本当にこの当時専制君主的な国ばっかりなの。何度も言ってますが、基本はやっぱり強い王とか強い貴族がいて、あとは民たちがそれに従うっていう、こういうね、大きな大きなトライアングルが基本なんだけど、このポリスを中心としたギリシャという諸都市、とりわけアテネというのはここまで市民に参政権が与えられたというので、世界的に見てもむちゃくちゃ珍しいんです。それをしっかり覚えておくというのが、ギリシャを学ぶ意義でございます。はい、ではもうちょっと見ていきましょうか。はい、まずここでもう一個触れておきたい、これちょっと、後から問題にもなってくるんで、しっかりとね、あの問題というのはこの逆にね、アテネの崩壊につながる理由になります。まず今回このペルシャ戦争っていうのは、アケメネス朝ペルシャっていうものがギリシャ世界全体に襲ってきてるわけであって、ポリス諸都市が連携して戦った。ここでアテネやらギリシャは思った、ポリスの連携をもっと強めといて、また今度ね、自分たち今回勝ったけどペルシャまた襲ってくるかもしれないから、自分たちの連携を高めておこうと。そこで組んだ同盟がデロス同盟。はい、デロス同盟でございます。アケメネス朝ペルシャの再来に備えて、アテネを盟主としたポリスの公主同盟を設置するわけです。あのイメージからすると、ギリシアっていうのは地域全体っていうのは何回も言ってるよね。この地域の中において、例えば、こうだよね、スーパールタとか、アテネとか、まあなんかテーベとか、こんな感じで諸ポリスがたくさん存在している、ポリスと。でこのデロス同盟によって、はい、デロス同盟によってそれぞれのポリスの結びつきをより強くした。軍事的にも政治的にも資金的にも経済的にも。でこれが後から問題になるんで、ちょっとここで触れておくんですけれども、結びつきを強くするためにお金を集める。いざとなったら戦うためにお金っているからね。そのお金をどこに集めたか、アテネに集めます。このデロス同盟においてはアテネに資金を集める。まあこれによってね、ポリスがより連携して何かあったらアテネから財源として、そのさまざまなポリスに対して割り与えられたり、軍隊を派遣したりできたんだけど、これが後から大きな問題になります。まずここでペルシャ戦争の終わりにあたってデロス同盟が結ばれたっていうのは別としてまた覚えておこうと。さあ、ほんで、同時にね、ここでも話している通り、ペルシャ戦争の意義っていうのは大きくて、はい、民主制の完成という話は先ほどからしてますが、これを改めてもう一度確認しておこう。民主制の完成ですけれども、その完成期というのは紀元前443年から紀元前429年、将軍ペリクレスの時です。ペリクレスの指導下における民主政治が完成する。すごいんですよ。民会がきちんと開かれ、民会ね、で
この民会で、あ、民会のことカタカナで言っとく、あのエクレシアだったかな、これ一応押さえておくと言おう、エクレシア、エクレシアがきちんと開かれ、そこで立法、行政、司法がきちんと機能する、それも市民みんなで作り上げる、それ前言ってたんだよね。あくまでも国っていうのは法を作る立法、法を動かす行政、法で裁く司法によって成り立つ、これらが市民によってきちんと築き上げられたっていうことは国を市民によって回したってことなんだ。で、ちゃんと青年男子はみんなでアゴラ、集会所に集まって話し合う、それによって自分たちで政治を行う、取りまとめる官職は抽選でちゃんと決める、ね、世襲ではない、ちゃんとみんなで選挙で決める、はい、あ、失礼です、抽選で決める、任期は1年で承認禁止だから誰かが独裁することもない、はい、で今言ったようにこのエクレシアのことを民会と言いまして、最高の議決機関にあたります。アルコンなどの約束はちゃんと抽選で決まってます。手当の支給もあります。将軍のみはね、ちょっとね、国強く守る軍事的な役割なんで選挙で決めてました。さあ、で、なかなかね、すごいんですよ、これがね。はい。ちょっと消してしまうんですけども。はい。まず、市民みんな国会議員のイメージです。国会議員の人たち、ちゃんと毎月、給料127万ぐらいもらってるんですよ。すっごいね。で、見ていきましょうか。国政に関与する役職にはちゃんと日当が支払われます。でも市民みんなでちゃんと政治してるから民会に出席した場合はちゃんと日当が支給されます。覚えてるかな、ポリスというのは、はい、こうやってね、アゴラって言ってみんなが集まる運動場みたいなのがありますから、アクロポリスの下だったね、ここにみんなで集まって話し合いをするの。しかもそれもちゃんと無産市民も入ってる、だから貧しい市民も政治に参加できる。そんな貧しい市民も政治に参加してこの集会所で僕は国をこうした方がいいと思うとか、俺はもうちょっと頑張って戦ったらいいと思うとか、こんな風に、自分たちで政治的な意見を言ってればみっともらえるんですよ。すごくないですか、働く意味ないですからね。基本的にみんなでアゴラに集まって政治に対して話し合いしてたらお金もらえるんだ。で国回るの。これ何年間続いたと思う？16年間ずっとこうやって市民は政治について話し合ってお金もらえて、で、なんでこんなことできたのかって言ったら、やっぱり戦争に勝っているっていうのはでかい。戦争に勝ってるため、この下のとこ見てみますと奴隷とか捕虜はいて、彼らはさすがに選挙権を与えられてない。で、彼らがちゃんと飯作ってんだわ。小麦結構取れる地域もありますからね。小麦とかちゃんと作って飯も作ってるし、あとね、銀山があるよ。ラウレイオン銀山って言って、鉱山発掘があるから銀を用いた商工業が発達してるんだわ。だから、ある程度、実はこういう風にね、経済的な基盤が整っててできる。ただ、それでも働かなくてできんのっていう話だわな。で、市民たち参政権与えられてます。女性とかね、在留外人とか奴隷はないね、これはないから気をつけてね。ただそれでも無産市民、武器も持ってない貧しい市民も政治に参加して日当もらえる。さすがに奴隷が頑張って働いて銀採掘してても働かないで16年もどうやってお金出んの、ここなんだよね。さあ、5分ほど前の話思い出して、僕ある同盟ギリシャ世界で組んだって話したでしょ。デロス同盟ね。図なくなってるけど改めて思い出そうか。デロス同盟っていうのは、はい、ギリシャの諸都市があって、お、こんな感じで書いたかな。はい。アテネを中心に今後迫り来るであろうアケメネス朝ペルシャの再来に備えてみんなで同盟組んで、で、同盟というのは軍事的にも政治的にも経済的基盤も大事だから、
アテネに資金を集めた。はい、見えてきました。資金を集めた、お金を集めて、アテネのみんなは話し合ったら日当がもらえる。はい、実はアテネはこの話し合ってみんなで日当もらってみんなで政治をする民主制をデロス同盟の資金を流用してたんだ。あー、これはやだね。どう思います？他のポリスの人だったら後から気づくんですよ。え、俺たちのお金は？スパルタなんか気づくんですよ。スパルタなんかが、第2に強い国だったからね、スパルタ。おお、俺たちの集めた金どうなってんだよ。日当に使いましたなんて言われるんですよ。たまったもんじゃないですよね。これが後から戦争の火種になるんですよ。ですから、この民主制っていうのはある意味すごいっちゃすごいんだけど限界もあるんだわ。まず青年男子の市民にしか選挙権は与えられてない。まあそれでも貧しい人、武器持ってない人も選挙権もらえるけどね、みんなが。で、奴隷制がやっぱり基盤になってる。何も選挙権与えられない奴隷が小麦作ってくれて議員取ってくれるから何とかなってる。そしてデロス同盟の資金を流用していた。ですから財政的基盤とか選挙権の制限っていうのはやっぱ限界はありますね。でこれが後から次の戦争の引き金になるんですけれども、ただそれでもやっぱり何度も言うんだけど押さえといてほしいのは、この時代において専制君主がほとんどな社会の中、市民においてはみんなで民主制を開くことができたっていう、この非常に珍しい、はい、ギリシアのね、アテネの民主制っていうのは覚えておいてほしい。で、あともう一つなんだけど、ここでちょっと前のページに戻るんだけれども、7ページのとこ見てもらってね、ギリシャのね、このアテネの民主制の完成っていうのは戦争による活躍で起きたわけでしょ。無産市民ね、はい、無産市民が三段階戦の漕ぎ手として活躍したっていうところで、7ページ見といてもらえたら書いといたんだけど、20世紀の初頭です。1914年の第一次世界大戦、ワールドウォー1ですけれども、この実は戦争でも総力戦だったから、これは中学の時にやったよね。第一次世界大戦は総力戦だよって。それまでの戦争の考え方変えたんだよね。戦争っていうのは、軍事工場が武器作ってそれをね、現地で戦う兵士に送ったりとかすればよかったんだけど、もはや軍事工場で働く人も足りない。そんな中どうなったかって言ったら、女性が工場で働いて軍事物資を供給した。女性が国の戦力として活躍したから女性の社会的地位の向上。つまりここからイギリスだったら具体的には1918年なんだけれども、女性参政権というものが世界では与えられるようになったという、この20世紀の歴史と、そこからは2500年前の紀元前5世紀の歴史が似たような傾向をたどってる。こういうのって世界史ってすっごい面白い。同じことを何度も繰り返す世界史っていうのは、ですからこういう体系的な歴史の意義としてもサラミスの海戦というか、ペルシャ戦争っていうのは学んでほしいんだっていうようなところでね、いろいろ予定ありますが、このペルシャ戦争、特にサラミスの海戦からは学ぶことが多い。はい、しっかり押さえておくこと。ただ予約こっち戻ります。はい、デロス資金の、失礼、デロス同盟の資金を流用したというのはやはり致し方ないというか、どういったものなのかと。はい、それで他のポリスが怒り出すんですよ。はい、さあここで他のポリスが怒って、ついに戦争に発展いたします。それが紀元前431年から紀元前404年のペロポネソス戦争です。はい、原因はアテネが盟主である、先ほどから何度も言っているデロス同盟、これ
めたら資金流用してたもんね。レロス同盟とスパルタが盟主である、ペロポネソス同盟です。この2つの同盟が対立したことによります。はい。で、アテネのね、圧迫を受けた、諸都市ね、ポリス、コリントスからの要請によりスパルタが開戦します。はい。ですから、ここでまずもう押さえておいてほしいのは、はい、ペルシャ戦争とペロポネソス戦争の違いなんですけれども、書いておくね。ペルシャ戦争って言ったら、ギリシャ人対、まあ、ペルシャ人なり、フェニキア人なんだわ。ところが、ペロポネソス戦争については、ペロポネソス戦争については、ギリシャ人対ギリシャ人、ね、構図が違うんですよ。同じ戦争だと思わないで、ただの戦争の一つだと思わないで、その戦争の質が違う。ギリシャ人が同胞意識のもとに迫り来るペルシャやフェニキアの恐怖と戦ったのではなく、ペロポネソス戦争は同じ同胞ヘレネス同士の争いだった。これが何を意味するか。ギリシャという彼らのポリス共同体の意識の喪失につながる。つまりギリシャはここから大きく衰退するわけです。はい。特にアテネにおいては将軍ペリクレスが疫病で死んだ。さあ、カリスマを失った社会は狂い出す。うまくやればちょっと対立してたんだけど和平に持ってけそうやって、ごめんなさいっつって、これからもう一回頑張ろうっつってお金返すからって。でもそれを、はい、狂った社会においては、人がね、はい、誤った情報を流したりして恐怖政治やらおかしな政治を生み出す。そのことをね、こういうデマゴーゴスって、扇動政治家の登場。きちんとやれば和平できそうだったんだ、ただ今は戦うべきだと選手だよね。選手たちが、あ、選手って、漢字大丈夫かな、私も一緒に漢字苦手だと思うんですけども、ペイシストラトスの時に習ったでしょ、非合法的な独裁者のことをね、選手っていうんだ。字がいつも飛びます、ごめんなさい。ピッピッと、よいしょ。選手の一つなんだわ、デマゴーゴスで。ただ選手と違うのは、選手の頃はペイジストラトスの頃はね、非合法的ではあったんだけど国はまとまってた。デマゴーゴスについてはもはや国はまとまってない、この違いです。ですから、デマゴーコスによる誤った考え方から、流説だけをね、流布してしまって悪い政治を行っていくことを、ね、修復政治って言います。アテネはその混乱から修復政治に陥る。さあ、崩壊まではもうあとちょっとです。国力も衰退し、戦争では負ける。はい。このペロポネソス戦争の結果は、アテネに代わって全ポリスに対して、はい、スパルタが覇権を握ったことです。同時にポリス社会そのものもポリス同士が争うということで衰退していく契機になる。はい。その後ですけれども、あとはまあいろいろ、はい、スパルタが覇権を握るんですけれども、紀元前371年レウクトラの戦いというのがあって、北部ギリシャにあったポリステーベというところがスパルタポリスを倒す。スパルタ軍撃破、これで北部ギリシアのポリスであるテーベが覇権を握ります。はい。ただ見てわかる通り、それぞれの諸ポリスがそれぞれに戦い出す展開です。もうギリシアの同胞意識なんてほとんどありません。はい。ポリス社会は崩壊していきます。市民の貧富の差も拡大し、土地を失う市民も出てきた。土地を失っちゃったので農耕も没落します。農耕もなくなると目立って飯食えるやつもおらんくなる。で、はい、貧しくなると傭兵が普及します。
それによって今まで、前の前の授業でありましたがファランクスって言ってみんなで盾と槍持って手いって戦っていた重装歩兵は、はい価値を失っていきポリスを守るための重装歩兵がなくなりただの雇われ兵が増える。これもポリスの欠落です。はい要するにポリス的社会原則が崩壊するイコールポリス共同体として民主制を行っていたアテネ率いる、ポリス社会全体が、没落していくことになるわけです。そこにやってきたのが、はい8ページの地図の上の方にありますがここです。実は、ね、はい当時から諸都市としてあったのがこの上にあるマケドニア。ただマケドニアを押さえておこう。ペロポネソス戦線に、ペロポネソス同盟に、ね当然加わってはおるんですけれどもここはバリバリの王様がいる社会です。この王様がオリエントの時にあったフィリッポス2世ね、マケドニア後のアレクサンダー大王を生み出す王様です。はい、このマケドニアが一気にこう南下を仕掛けてどうなるか。はい、最終的に紀元前338年なんですけれどもマケドニアと戦う、ここでね、はい、カイロネイアの戦いですね。はい、カイロネイアの戦いにギリシア諸ポリスは巻き込まれマケドニアの支配下に置かれる。マケドニアはゴリゴリに王様がいる専制君主な社会、したがって専制君主制の王様がいる社会に民主制社会が支配されたから民主制は終焉したと考える。こんなところです。はい、ということでここからの今度ギリシアの歴史というのは前やったヘレニズムのところと融合して考えたらいいです。ここからは、アレクサンダー大王が登場してそこからギリシアは巻き込まれていく。歴史の表舞台にこの後ギリシアが出てくるのはいつか19世紀です、なのでしばらくもうここからギリシアやりません。でもそれでもなぜギリシアをやらなければならないのか何度も言うんですけれども王がいる社会というのが原則ほとんどなんですけどそんな社会の中に市民による民主制が成り立ったギリシアのショポリスという世界が存在した。アテネという独特な政治経済ね、が成り立っていたということでしっかり押さえておいてほしいわけでございます。はい、で終わりになりますがギリシャ文化話ちょっとね単純暗記なんだけど頑張って覚えないといけないんですよね。サクッとだけやっておきましょう。ただね、受験では必須なんでね、まあ、ホメロスという人間がね、イリアス、オデュッセイア、トロイア戦争の話書いてます。僕はリズムよくね、ホメロス、イリアス、オデュッセイアって覚えるようにしてます。それに対して、そのままね、ヘシオドスというのもいまして、ヘシオドスは労働と日々と新陶器。はい。リズムよく覚えてましたね、これもね、ヘシオドス、労働と日々ってね。はい。で、よう出るのがね、女流詩人サッフォ、これよく出ます。女流詩人サッフォ。はい。で、三大悲劇詩人ね。ギリシャっていうのは、戦争の話や終盤は多くなりましたけれども、比較的平和な社会が長続きしてます。で、平和な社会が長続きすると人間ってどうなるかって言ったら文化を発達させるんだわ。余裕が、心に余裕があるから本を書くんだよねっていうふうに考えたらいい。で、悲劇詩人っつってアイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデス3人覚えておいてください。ね、アイスをソフへ売れです。アイス、ソフへ売れ、おじいちゃんにアイス食べさせてください。これでいいです。アイスソフへ売れ、はい、アイスピロス、ソフォクレス、エウリピデス。で、アリストファネスは喜劇ね、楽しい方、女の平和と言います。まあ女の平和って楽しそうだからね。で、歴史、これむちゃくちゃよく出ますからね。はい、ヘロドトスはとトゥキディデス、どちらも歴史という書物を残してるんですけど、
それぞれの歴史という書物の題材となった戦争が違う。ピッピとピッピと。で、世界史の法則は2つ覚えるときは片方しっかり覚えて違う方だと覚える。早稲田にね、受かったやつが語呂を作ってくれました。ヘロドトス・ペルシャ戦争とキリエス・ペロポネソス戦争なんだけど、笑える感じがいいんだよね。ペロペロトゥッキーってね、ちょっとこれね、なかなか笑ってしまってね、なんかリズム感がいいんだよね。ペロペロトゥッキーっつってね、ペロポネソス戦争って聞いてです。こちらをこれで押さえてしまって、ヘロドトスとペルシャ戦争、もう一つって言って覚える。二つあるやつは一つを確実になんかね、押さえてしまうと、もう一つは違う方って言って、なんかできますからね。で、ギリシアのね、建築様式なんですよ。柱の建築様式。例えば、アカデミアの資料集だったら71ページなんかに載っておりますね。で、時代の経過とともに柱がね、複雑な文様になっていくんですよ。どういうことを言ってるかっていうとね、パルテノン神殿とか聞いたことないかな。世界遺産ですよ。今も残っているギリシャ時代の神殿です。本当にね、一度見に行ってみたいよね。かっこいいんですよ、これ。とにかく見に行きたい世界遺産のパルテノン神殿です。これが今でも残ってるっていうんだからね、やっぱ地震が少ない地域っていうのはなかなかいいですよ。で、この柱の文様、ここの部分やな、この柱の文様をちょっと覚えておく必要があります。で、まだ資料集なんだから、ね、細かく文様見といてほしいんですけれども、基本はドーリア、イオニア、コリントっていう順番で、柱の文様が時代の経過とともに芸術性が上がって複雑になる。これだけ押さえておけば大丈夫です。ちなみにドーリア、イオニア、コリントの順番は僕はドイコと覚えてますね。ドイコちゃん、はい、ドイコ、ドイコというふうに覚えてます。で、あとはね、この辺りですね、哲学なんかも割と普及するんですよ。平和な社会が長続きすると人はいろいろ物事を考えるんです。当時彼らって言ったら、あ、覚えといてね、ミレトスっていうね、また、地図見といて、7ページ8ページの地図に載ってるから、小アジア、アナトリアの方の南部の方にあります。ミレトスというところでイオニア自然哲学が発達した。比較的ね、平和なのよ。で、平和で、しかも当時からさ、当然テレビゲームとかないじゃん、スポーツもそんなない。だから何すんのって言ったら、平和な社会っていうのはみんなテオリアする。テオリアしよう。テオリアで何や、感想、物事をじっくり考える。感想ってテオリアしてました。彼はテオリアした結果何を思ったか。この世界の大元って何だろう。なかなかね、今じゃ実学ばっかり考えにくいんでね。これが哲学です。万物の根源って考え方です。万物の根源を彼らは追い求めた。このね、万物の根源のことをね、アルケっていうんでね、押さえておくといいですよ。結構出ますからね、このアルケで。万物の根源は、世の中は水から生まれた。水と言ったのがタレス。ちょっとこの辺置いといて、風と言ったのがピタゴラス。火と言ったのがヘラクレイトス。原子と言ったのがデモクリトス。覚えといてね、結構試験出ますからね。僕はこんな感じで、まあ覚えましたね。水垂れるでしょ、水垂れす。で、ピタゴラスイッチのイメージあるからなんとなく言えるじゃん、数字ピタゴラス。ってかピタゴラスの定理な、三平方の定理の人、あの人が言ってます。で、火はヘラクレイトスなのはヘラクレイトス、まあ、強引すぎるやろお前ってね。ヘラクレイトスの辺のとこは火でいいんですよ。ヘラクレイトスでいいです。で、まあデモって言ったらほら原子のこと指すじゃないですか。デモデモデモって言いますから、それでいけるかなって思います。また彼らはね、後の修武政治の頃からさらにね、こうさまざまなね、思想というものを発展させます。はい。
単に覚えておきましょう。はい、さまざまな思想ですけれども、まずプロタゴラス、真理をすべて否定して相対主義を言った。世の中ってこうじゃないって弁論したら、それに対して、いや俺はこういう考え方だしどうっていうふうな返し方、相対的に考える。人間は万物の尺度、これ試験でもよく出ます。プロタゴラスが言った、人間は万物の尺度、プロの尺度って大事にした方がいいよ。こんな感じの覚え方ね。で、あのかの有名なソクラテスね、しっかり押さえておいてくださいね。いいことが大事なんだよっていう善というものを言ってくれた人です。無知の知って言います。そのソクラテスの自称弟子がプラトン、自称ね。プラトンはイデア論を言った。世界で一番、この世界で最も美しいものはこの世界になくてイデア界にある。まあね、倫理をやるときにはお会いしましょう。はい、イデア界という全く見えない世界に最も美しいものが存在するというイデア論ってやつです。はい、で、ただこれはやっぱり面白いのは英語でも通用するんだけど、だからアイデアをつったら理想のでしょ、理想のって言い方するじゃん、アイデアをつったらね。これイデアが語源なんだよね。人間のアイデアっていうのはまさにその語源なんだよ。最も素敵なもの、綺麗なものっていうところです。で、このプラトンの弟子だったやつがアリストテレスって言ってね、アリストテレスって言います。プラトンの言ったイデア論を体系的に否定しちゃうっていうところね。地上っていうのを持ってくるとしていきます。はい、こんなところでしょうか。ギリシャ編これで終了しました。次にね、ローマ編に突入していきます。ここからまたちょっと変わったローマの長い長い面白い歴史またやっていきたいと思いますんでね、カエサルぐらいのね、カエサルクレオパトラとかむちゃくちゃ面白いんでね、またその時にお会いしましょう。以上です。お疲れ様でした。